城から1時間ちょっと走ったところにある白神山地の12戸を目指して北上しました12戸ビジターセンター付近を走っていると紅葉が少しだけ残ってるなぁといった感じでした森の物産館キョロロ横にある12戸駐車場に車を止め青い池を 目指して歩き始めました。シャドウやからめっちゃ歩きやすい。まずはケトバの池の横を通って青い池に向かいました。 階段の左手側、前方に青い池が見えていました。階段を登れば登るほど青い色が際立ってきたように感じました。紅葉もとても綺麗でした。青い池から、 ブナの自然林を抜けて湧きつぼの池へ向かいました紅葉がとても綺麗でした青池から15分ほどで湧きつぼの池に到着しました青池に負けないぐらい綺麗な色をしていました 湧きつぼの池の名水を使ってお茶を立ててくれる十二湖庵さんに。 立ち寄りました抹茶はお茶菓子までついて無料で志を置いてくださいということでした茶屋から見る落ち口の池も絶景でした心が洗われる景色を見ることができました12個から車で30分ほど離れた不老不死温泉へ移動しました。 海のすぐそばにある露天風呂は最高でした残念ながら撮影禁止で写真がございません不老不死温泉から小河半島にあるゴジラ岩へ移動しました海が荒れておりました ゴジラに見えますでしょうか。ゴジラ岩は夕日が有名なとこで夕日の時間に行きましたが残念ながら夕日は見えませんでした。以上盛りだくさんの東北旅行でした。